10月19日、玉川通し、モーニングショーに出ましたね。そして大体予想通りでしたね。皆さん、こんにちは、はんやです。本日は2022年10月19日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、テレビ朝日、変わるかな変わらないだろうな。 ということになります。では早速、玉川徹氏の謝罪の様子を文字起こしておきましょう。で、超特急で前提の流れを説明しておくと、9月27日に行われた安倍元総理の国葬儀において、菅元官房長官が友人代表として長寿を述べられました。それに対して、9月28日にモーニングショーでテレビ朝日社員の玉川徹氏が、まるで菅さんの長寿が電通によって台本を作られたかのような発言をしたんですね。そそしてそれ これは自分がこれまでディレクターとして働いていた際に政治的意図を入れてやるのが常識だという経験則からというもので根拠となる事実の提示はなかったんですね。そのため、菅さんに失礼だとか、電通に喧嘩打ったとか、これまでの報道の態度が椿事件の反省をしていないのではとかいうことで炎上。 結果、翌日の29日には事実無根だったとして謝罪。テレビ朝日側は当初は処分などを発表していなかったのですが、ついに番組などにダメージを与えたとして、玉川徹氏の10日間の出勤停止を発表したんですよね。あ、ここではあくまで玉川氏は国葬儀についていろいろ調べていく中で勘違いをしたと言っており、番組内でのような単なる妄想で発言したということは否定している感じですね。 そしてその処分が明けて玉川氏がこれからどうなるかというのが本日19日のモーニングショーでした。普段と違ってオープニングの曲もなく面白いニュースもなく神妙な顔をして MC のハトリさんがスタジオで話を始めます。ハトリさんはこのように語ります。玉川さんの10日間の禁慎処分が昨日で終わりました。ここで玉川さんから改めて説明、お詫び、そして今後についてです。 そうしますと画面が報道局なのかなスタジオから画面が映ります。そこには直立した玉川徹氏の姿が。服装は明るめの紺色のスーツですね。そこで玉川氏が2分ほど話します。以下文字起こしです。おはようございます。今回の私の事実5人のコメントによりご迷惑をおかけした電通及び菅前総理大臣に対し改めてお詫び申し上げます。このような 事実に基づかない発言をテレビでしてしまったということ、それは私の満身とおごりがあったからだと反省いたしました。申し訳ございませんでした。謹慎の10日間、私は事実確認の大切さ、テレビで発言することの責任の重さを考え続けました。そして事実確認こそが報道の根幹である、 その原点に立ち返るべきだと考えました。これまで私はスタジオで様々なニュースに対しコメントを続けてきました。これからは現場に足を運び取材をし事実確認をして報告する。その基本にもう一度立ち返るべきだと考えました。そしてその結果はこのハトリシン一モーニングショーでお伝えする。そういうふうな考えに私は今回至りました。この間、 報道局幹部とも話し合いを続け、このような私の考えを理解してもらいました。視聴者の皆様にもご理解いただけるとありがたく存じます。今後、このような形で仕事を続けてまいりますが、ご支援のほどよろしくお願いいたします。以上ですね。そして画面はスタジオに戻り、ハトリさんが言葉を続けます。 基本に立ち返るというのは玉川さんの思いであり、テレビ朝日の考えであり、私も同じ思いです。これからは玉川さんは現場に足を運びまして、取材をして、玉川さん独自の目線で取材、そして分析をして番組に報告するという形を取らせていただきます。番組をご覧いただいている皆さんの信頼を回復できるように、これからもしっかり番組作りを進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上ですね。 そして通常の放送に戻ります。で、まあ予想通りというか、以前紹介したトースポの記事だったかな。その中身がかなり当たってた感じですね。一部の人が取り上げていたニュースポストセブンの記事だったかな。交板の意図を固めたってのは今回外れでしたね。またその際に私が話した内容がほぼ的中だったと言えるんじゃないですかね。結局今回の騒動は玉川氏の確認不足が原因であり、 じゃあ、確認をしっかりしたらいいやんか。そしてそもそも、モーニングショーを見ている人は、玉川氏が番組出演をすることを希望する人たちだろうから、玉川氏の番組出演を継続させる方がいいはずですからね。モーニングショーとしては。ただ、番組での説明でよくわからなかったのは、果たして玉川さんは毎日番組に出るのか、それとも週1回なのか、それとも不定期なのか。 雰囲気としては週1回もしくは不定期だと思いますが特に詳細な説明はなかったですね。前番組のモーニングバードよりもその前のスーパーモーニングのような形になるのかなただ、まだわからないといえばわからないかもしれませんね。それこそ次の番組改編期などに通常のメンバー入れ替えのような形で玉川氏を交代させることも十分にまだあるでしょうし。 あ、ちなみにおそらくサムネイルに使ってると思う玉川さんの下出し。これは謝罪コメント中に頭を下げて、その頭を起こした時の一瞬を捉えたものです。まあ、口が乾いたのかな。なんか身についたので切り抜いてみました。で、玉川氏のコメントを振り返ってみますと、やっと菅さんに謝罪をしたんだなというのは思いましたね。そして中身は正直、何を今更という感じはしますよ。 事実確認が大事ってのは本当に基本ですからね。私も動画を作る際に何か記事一本で作ったりすることは避けようとしていますよ。できるだけ一時ソースを探す。無理なら複数の記事を見て検討するとか、もしくは、例えば泉健太代表に関する記事で、泉氏にとって不愉快な記事の場合は一晩寝かせて、泉氏サイトからのクレームがないことを確認してから動画にするとか。 まあ個人でやってるものですから大したことはしてませんが、それでも事実確認をミスった時には猛烈に反省しますよ。最近でも国葬儀当日の反対集会に参加したのが500人程度だったという警察発表があったという話に釣られてしまったのは痛かったですね。あれも動画公開直前に気づいて、コメント欄で公開と同時に注意喚起謝罪はしていたんですが、 まあ私みたいな個人の YouTuber でも事実確認こそが基本だっていうのは当たり前だと思ってますよ。玉川さんはそれに気づいたんですね。そしてそう。本人も認めるように、本当に玉川さんは満身とか、そんなのがあったと思いますね。まるで自分こそが全て正しいかのような発言が目立ち、専門家がスタジオに来た際に、なぜかその専門家を論破しようとしていましたからね。 また、自分が一般視聴者、一般国民の代表であるか、のような態度も目立ちました。あくまで、玉川徹氏は玉川徹氏であって、私たちとは関係のない、ただの一人の国民でしかなく、代弁者にはなり得ないんですよね。そういう玉川氏の暴走が、まあ、一応止まるということなのかな。 で、まあ正直言って、モーニングショーにそこまで興味のない私からすると、玉川氏がこれからどんな形で番組に出ようと関係ないのですが、この事件をきっかけに番組全体。 そしてできれば局全体に事実確認こそが報道の根幹だという当たり前のことが広がればいいですよね。そしておかしな発言をしていないか調べられるように TVer などで見ることができるようにしてほしいですね。そして願わくばそれこそ政治家は全ての会見を YouTube などにアップロードしてほしいものです。そう,そう確かめようがないので。では私の方は玉川さん同様に。 これからも事実確認を徹底して皆さんに情報を提供していこうと思いますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。では皆さんの感想、コメント欄でお待ちしていますね。一応コメントは全部見てはいるんですけどね。では、ぜひともチャンネル登録、高評価も忘れずにお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。玉川さんの話に関して詳細に話した動画はコメント欄の一番上に固定していますので、そちらをクリックしてください。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。